デジタルコンテンツエキスポテックビズ2020支援技術に採択された知能技術株式会社に来ています。大津社長、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。知能技術代表取締役の大津でございます。今日皆さんよろしくお願いいたします。私どもはロボットと AI とも両方とも作っている、日本でも最先端の企業でございます。その技術を生かしまして、今回につきましては空中で指を動かすだけでコンピューターとか、あるいはさまざまな機械を操作できる装置をご紹介させていただきます。その前にまず私どもの会社についてご説明させていただきます。私どもは今申し上げましたように、AI もコンピューターもロボットも両方開発できるんで、それを使いまして世の中に役立つさまざまな機械、動き回るロボットですとか、あるいは AI を使ったセンサーで、例えば医療の世界、そして社会インフラ、そして企業などのさまざまな課題を解決している企業でございます。ではですね、皆さん、今日はちょっと具体的にこの装置を見ていただきます。今こちらの方にパソコンがございまして、このパソコンのですね、さっきもご説明いただきましたように、空中で指を直接顔面に触れなくても操作することができます。こちらも同じございます。やはり今コロナウイルスの影響で世の中皆さんがですね、いろんなものに触ることに対して強い不安を持っていらっしゃいます。この装置は触らなくてもですね、コンピューターあるいはさまざまな装置を操作することができますので、触らなければそういうふうな接触感染を予防することができますので、社会の広いニーズに応えることができる装置だと思っております。早速私も体験してみていいですか。どうぞどうぞ。じゃあまずこちらを注文する。次ポテト注文する。おお、オニオンリング注文する。すごい、画面にタッチしていないのにボタンを押すことができました。続いてこちらのパソコンはですね、なんとこの指がマウスのように操作ができます。私がこのように指をくるくる回すと、同じようにマウスのカーソルもくるくると回っています。不思議。このありそうでなかった、待ち望んでた技術、素晴らしいですね。はい、はい、この技術、もうすでにどこかで使われているんですか？そうですね、大手外食チェーンさんですとか、あるいは大手企業さんのショールームなどでもうすでに使われておりまして、そういうふうな接触感染を防ぐことで役立っております。あと私感動したのが、すでにあるディスプレイとか、こういうパソコンで後から付け足すことができるのがすごいと思いました。はい、ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、新たに全部の装置を買う必要なくて、ただ単にソフトをインストールするだけ、あるいはですね、センサーをつけるだけで、さまざまな機械がこういうふうな非接触の装置になります。常にタッチパネルになっているような装置だけじゃなくて、このようなパソコンのようにタッチパネルになってない装置もタッチパネル化することもできます。ありがとうございます。最後に見てる方に向けてメッセージをお願いします。はい、私どもは社会に役立つためのロボットと AI 技術でございます。今後もですね、いろいろな分野におきまして、我々の技術で社会に役立っていきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。